はい、こちらの和田です、今日はね、車運転しながらね、録画してます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、すごくいい天気です。で、気温はね、ちょっと低いんでね、風も冷たいんですが、日向にいるとね、意外と暖かいですね。まあ、小春日和っぽいんです。まあ、多分朝晩ね、また寒くなるかなと思うんでね、風なんか気をつけてください。今日はね、何月だっけ、ごめんなさい、1月の、14日金曜日です。これからね、ごめんなさい、通院するんでね、もう車運転してるんですが、まあ、今お昼前ですね、ちょうど10時ぐらいですけどね、ちょうどね、交通量もそんな多くなくてね、まあ、金曜日なんでね、これから増えてくるかなと思うんですがね、まあそんな感じでね、お送りしてます。よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピン人と日本人の幸福感というね、こんな話しようかなと思ってます。まあね、うちのね、妻はね、フィリピン人でね、2歳の娘と3人で、ね、今日本に暮らしてるんですが、ずっとね、僕はね、2016年まで、フィリピン人と暮らしていてね、日本人とフィリピン人の幸福感がね、結構違うんだなって思いました。で、実際じゃあどういうことなのかっていうと、なんか日本人だとなんか成功してお金持ちになったりとか、地位が上がるとかっていうことがね、なんか幸福感のような感じがするのかなと思う。まあ、中には違う人が多いのかなと思う、いるのかなと思うんだけど、ただね、フィリピン人の幸福感と日本人の幸福感って、まあ、本当に違います。これ多分ね、育った環境とか宗教とかね、そういうものによってね、全然違うのかなと思うんですけど、ただ日本人も昔はなんかフィリピン人に僕は近かったのかなと思うんですけど、ただなんかね、やっぱり先進国になって、やっぱり何ていうのかな、こう、成功するっていうことが、こう、ステータスになるようなね、ことがね、やっぱりこう、目立ってきたりとか、なんかそれをね、称賛するようなことがね、意外と多かったりするからね、やっぱりそういうふうにね、お金持ちになるとか、まあ、地位が上がるとかっていうことがね、イコール幸福だとかっていうふうに、ね、なってきたのかなと思って、僕はね、それはね、全く悪いことではなくて、やっぱり向上心があるってことは人間にとってとても大事だし、なんかみんな同じでいいやとか、なんかね、全くね、やる気がないっていうとね、なんか世の中なんかね、どんどんなんか衰退していくような気がするんだけど、なんかそのことがなんかね、逆に、作用してるってところは日本がね、すごく多いのかなと思います。で、フィリピンはじゃあどうかっていうと、やっぱり第一に家族なんですね。やっぱり家族が幸せ、健康であって、食事がちゃんと毎日ね、3食とか、まあ、2食の人もいるのかもしれないけど、できて、それで幸せにね、みんなでね、一緒に暮らせるっていうことがね、幸福なんだっていうふうにね、やっぱり考える人も多いのかな。で、お金がないよりはあった方がいいんだけど、そんなにね、お金持ちじゃなくてもいいけど、幸せに、暮らせるとかね、ハッピーなね、こう、気持ちになってね、暮らせるってことが大事なのかなと思います。僕はね、まあ、どちらもあった方がいいと思うんですね。なんだろう、お金も全くなくて、とか、なんか貧乏だけど、なんか幸せっていうのは、ちょっとなんか無理があるような気がするし、これは僕個人の考え方なんですが、やっぱりね、そこそこね、収入もね、ちゃんと安定していて、家族がね、健康に暮らせるってことが僕はいいと思います。で、フィリピンだとね、やっぱ、なんだろう、本当にご飯がね、食べるご飯もなくて困っていたりとかするとね、自分の持ってるお金とかね、やっぱり、あげてでもね、彼らを助けようとするっていうことがね、意外と多いです。だけど日本だとまず考えられないし、近所の人で困っていても、ああ困ってるんですね、かわいそうぐらいで終わるのかもしれない。で、意外とね、なんか他人にね、僕は冷たいような気がするんですね。それはね、すごく感じます。これなんかね、やっぱり戦後の社会でこうなったのかなと思って、逆に言うとなんかね、やっぱり隣誰住んでんだかわかんないとか、ご近所付き合いが少ないとか、親戚の人たち、また家族がね、意外とね、各家族家でバラバラに住んでいたりとかするってことがね、多いからそういう風になってるのかもしれないし、自分のことに、やっぱり精一杯だったりするのかななんて思うんですけど、だから経済的に精一杯になると、気持ちが精一杯になるとね、こう、まあ、ちょっとまた違う、ニュアンスが違うとは思うんですけど、やっぱりちょっと日本だとね、なんかこう、寒々とするっていうかな、寒々って言い方じゃないな、やっぱり寒々とするっていうことがね、意外と僕はね、多いんじゃないかなと思って。だからなんかね、フィリピンだとね、こう、
コミュニティの中とか友達の関係とか、そういうことでね、やっぱり人とのつながりがものすごく多いんですけど、日本だとなかなかそれはね急須になってるような僕は気がします。だからなんか幸福感の価値観っていうのがね、やっぱりそこでねちょっとね変わってきてるのかなと思って、で実際にじゃあなんだ日本人の方がじゃあどこに幸福感を求めてるのかって言うと、やっぱり、財産とか地位名誉とかなんかそういうことなのかなと思ってね、ちょっと僕はね寂しいような気がします。で例えばね、まあまあ年収例えば500万とか、まあ、1000万でもいいや、そういう人がいたとしますね。で彼らは、まあ、彼、まあ、ある男性がいて、まあ、そういうことを求めていると、なんかそれで幸福感ないからもうちょっと上を目指そうとかと思うと、その目指した達成感の後に、ちょっとは幸せなのかもしれないけど、またね次の周りにもちょっと高い人たちがいると、その人たちを目指そうとするっていうか、ね、なんかいつまでもってこうなんか、ね、幸福感を得られないような気がするんだけど、幸福感っていうのはなんかね僕にとってなんだろう、そんなになんかね漠然とこうなんか地平線を見ていつまでもその見えない果てのどんどん追っかけるようなことではなく、日常にポコッとあるのがねなんか僕にとって幸福感なのかなと思います。だからそのなんだろう、あの人はなんかね貧しいから不幸だとかって決めつけるのもおかしいし、だからなんかねその人があのふと感じるっていうこう幸せとかそういうことがね幸福なのかななんてね僕は考えたりします。だからそのねなんかなんだろう、変なね欲とかそういうのではなく、身近にあるあのその幸せを感じるってことがね、僕たち日本人にとってねとても大事なのかななんてね僕は考えたりするんですけど、だからそういう風になった時に、少しずつある幸福感をちゃんとあの噛みしめるように生きるってことは大事なのかなと思って、だから不幸か不幸じゃないかっていうのはやっぱその人本人が決めることであって、やっぱりそこのところはねやっぱり他人がどうとかって自分の幸福感を相手に押し付けるっていうことではないのかななんてね僕は思っています。じゃああなたはじゃあ幸福ですかって僕、まあ、問いかけられた時に、僕は今ねあのとても幸福で幸せだっていうふうにねあの答えることができます。でじゃあ僕はじゃあお金持ちでじゃああの裕福で地位があるのかっていうと、僕はそうではないんですけど、なんかね今家族がいて、子供が生まれて、妻がいてとか奥さんがいて今、それで満足ではないけど今はねとても僕は幸せだと思います。だからちっちゃな幸福感のねこう積み重ねとか、あと感じることによって、なんかねいろんなことをなんか、もう生きてることのモチベーションとかねそういうことがね、どん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 ねこう持続するような僕は気がするんですね。なんかね、達成感の後になんか、なんだろう、なんかぽっかり空洞が開くようなそういうのではなくて、少しずつの達成感が少しずつね自分のね、心のねこうなんかね、馬力エンジンみたいななんかこうエネルギーみたいになっていくことがね、僕たちにとってね大事なのかななんてね僕は考えますね。だから今のねこのなんかねそんなになんかねこうものすごい達成感があってとかって満足感があるわけじゃないんだけど、今の少しずつの、ね、幸福感が、ねこうね、ずっと持続するように、ね、いくことが大事なのかなと思って、でその中で目標を決めてそれを達成していくっていうことが、ね、なんかね生きがいなのかなと思います。で今ね本当 ね, なんかねうちもねあんまり生活がね、いいとは言えないし、やっぱり僕の、ね、思い描いていた、なんかこうね、思いとやっぱり今の現実とはねやっぱりちょっと違うんですね。やっぱり、こんなはずじゃないとかっていろいろあるんだけど、でもそれはあの世の中のことなんて自分でなんかねこう自由に操れるなんてことはねまずそんなにありえないし、世の中そんなうまくいかないっていうね僕はね、現実的に考えたりしますよね。だからそういうところで今、どうすべきかっていうことをねやっぱりこう生きていく上でのねそのことがねすごく大事なのかなと思います。でなんか今だから一人ではないんで自分一人の人生で、なんだけど、やっぱり家族がいたりとかするとやっぱり家族との関わり合い方っていうのもねとても大事になります。でそのことをね考えて生きているとなんかね一人で生きているんではないなっていうふうにね、実感しますね。やっぱそれはね、だから一人で生きていくことの方がね楽なことも結構あるんですね。なんかね自分自身だけのことを考えればいいのかなと思ったりするんだけど、
それはそれでまあ楽な時もあったけど、今はどうかというとどっちがいいのかなってちょっと判断できないし、独身の時の方がな幸せだったななんて考えることもあるし、今家族がいてなんか娘が生まれてすげえ可愛かったりとかして、そのことも、ああいいな、やっぱりこういうのって一人じゃ、味わえないななんて思ったりすることもあるので、それどちらがいいとはね、あの選択できないんですが、やっぱりそのことをね、こういう考えた時にね、まあ、今の人生を選んで僕はね間違いではないっていうふうに思います。だからなんかね、なんかあのことやったから後悔したとか、こうしなければよかったっていう後悔を考えるよりも、今現実をどうあのいい方に変えていくかっていうことの方がね、なんか大切なのかななんてね、僕は今ね思ったりします。だからなんか 100% 完璧ではないし、だけど、そのことによって不自由さも結構あるんですけど、でもそれでも今で僕たちはどういうふうに完全して生きていくかということはね、なんかすごくね楽しい、ある日見て楽しい、なんかやりがいなのかななんて、考えたりしてます。はい、まあね、今日はこの話なんですが、なんかめちゃくちゃ道が空いててさ、もうなんか困るんだけど、1時間前ぐらいねちょっと着きそうなんでね、これちょっと最悪、あの道路が混んでるという予想でね、なんか家を出てんだけど、道路が全く混んでなくて、めちゃくちゃスムーズにだん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 車が流れるから、どうしようかな、どっかでなんかご飯食べたいなとかって思ったりする。最近ご飯食べたからお腹いっぱいなんだけど、時間潰しにご飯とか食べちゃうとね、なんか良くないからね、まあそれはそれでいいんですけど、なんかね前にかっこいいポルシェが走って、これなんていうのこれ、118ボグスターっていうのこれ、あ今なんか映ったけど、これナンバー映っちゃっていいのかな、まあいいや、赤いやつ、これツーシーターのポルシェなの、ボグスター、めちゃくちゃかっこいいけど、これなんかポルシェっぽくないよねこれ。はい、ね、全然ねもう道が空いててバンバン走れてて、ちょっと困るんだけど、早く着きすぎ、まあいいかしょうがない、早く行ってなんか、病院でコーヒーかなんか飲んでるかなと思うんですけど、まあいいかな、それでいきましょう。でまああの僕はね、あのこういうふうに考えられるようになったのっていうのも、ね、やっぱりうちのね奥さんのおかげだと思います。あとなんかいろいろな周りの友人のおかげだと思います。でそのことによってね、自分がねこう生きるなんか喜びのようなものを感じられるようになりました。だから昔はね、なんかお金がいっぱいあった方がいいとかね、なんか人によく思われたいとかっていうことが大事だったんですけど、今そういうことではなく、自分がどう生きるかとかね、自分がこう家族のためとかね、誰かのためにね、こう生きられているのかっていうことがね大事なことだと思います。で自分自身がやっぱり一番大事で、自分がこう幸せでなければ人も幸せにできないし、そのことをねやっぱり考えてね生きています。だから自分自身がね、なんかこう不幸で犠牲になって 何かのために犠牲になるのではなくて、自分も生かしてちゃんと人も生かすっていうことがね大事なんだと、最近は思うようになりました。なんかそのことがねすごく大事で、なんか誰かのために自分のなんかこう幸せとかね、したいことをね犠牲にするっていう言い方はね、僕は間違えていると思っています。だからまあそういうことがねなんかあってね、いろいろね、自分もね悩んだりしたことが結構ありますけどね、まああのこれからね、自分の人生ってまだこれからどんどん続くと思います。だから今これからね、自分がどう生きていくかっていうことがねすごく大切です。だからそのことをねやっぱりね、考えてね、周りの人と関わってね生きていくことがね、自分のベストなんじゃないかなと思います。まあそんなわけでね、今日はねこんなお話をさせていただきました。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。これからもねまたよろしくお願いします。さよなら、バイバーイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてねありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。